さあ今回のギューンは持ってる女子アナ対決。カニ、前回スノーボード対決で中村に勝ってご褒美のカニを堪能した黒木。あー美味しそうだった。さあ2日目の戦い始まりますよ。あー寒い、気持ちいいね。あ、でも空気が澄んでる。そうですね、うん、冷たいけどいい景色、いい天気ですね。本当に本当、はい、はい、さあ、はい、いよいよ持ってる女対決2日目に入りますけど、はい、今日も昨日の勢いのまま頑張りたいと思います。何するのか知らないんですけど。そうですね、でも負けません。城崎温泉の街並み綺麗ですね。この先何があるのかな。おお、あるじゃん。あら、わ、温泉卵。あ、やっぱいいな。しかも温泉だし、自分で作るプルプルって書いてますよ。本当だ。こちらの城崎ジェラートカフェ茶屋さん、なんと自分で温泉卵を作ることができるんですって。どっちが温泉卵らしい卵ができるか、お、これの勝負しよう。あ、これ対決、さあ対決の時間。いい感じの温泉卵を作るのはどっちだ。黒木、たまにしか料理してないみたいだから心配だけど、うまくできるかな。熱い、熱い、果たしてどちらの卵がいい感じに茹で上がるんでしょうか。私の体感では7分経ったので、お、揚げたいと思います。いいよ。その体感信じて大丈夫。さて諸国はうまくできたかな。タカさんに判定してもらいましょう。オープン。いい感じ、外プルプルですよこれ。あ、そう、はい、ちょっとこっちは諸国さんの固ゆで。わ、白身すんごい硬い。あ、いい感じのゆで卵これ。美味しそう。あ、普通の固ゆでだ。諸国、これはちょっと茹で過ぎたね。では黒木は。あ、いい感じだ。え、いい感じになってます。うん、意外めっちゃいい感じにできてるやん。黄身もトロトロで美味しそう。黒木持ってるね。ご褒美は城崎温泉の名物カニまんですか。カニの匂いがする。おいしい。どっから声出してんの。惜しい。次こそは負けられない諸国、釣り対決でいいとこ見せてよ。とその前に、さあやっぱり温泉に来たらね、はい、なんといってもお風呂ですよ。そうです ね、ここもね、なんか素敵な露天があるらしいんで、はい、3人でそこ入りましょうか。じゃあ、え、3人で。よし、お風呂行ってきて。じゃあ、冷えましたからね、温まれば。温まって、行ってきます。うわー、すごい、めっちゃいい。よいしょ。あー、あっ、熱い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 。ほい、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 ほい。やめましょう、ちょっともうイチャイチャするの。イチャイチャ、イチャイチャだったの。イチャイチャに入れますね。何やってんだろこいつら。